それではまず A グループゼッケン1番長くんからです。それでは長くんウォーミングアップスタートどうぞ。さあいよいよゼッケン1番から始まってまいります。長くんのウォーミングアップから、そしてその後に3走日本勝負という形の中、メッカ・滋賀の予選で第1通過、兵庫出身長くん初めての参加ということになります。まだ一周をみんな終えて、そしてスタート位置つきましたらシグナル点灯、赤消えて青スタートになります。それでは参りましょう。鉄拳1番長くん1本目のスタートです。いよいよ始まりました。さあここから絞られてくる、まだ1本目のスケートギリギリのところを、ああちょっとコースアウト、またギリギリ、そして早めに抜けていた感じの大事と手順に来たのかな。大事を抜けてちょっとカッカッと修正しながら今フィニッシュしていきました。さあ本当に大体どれくらいなのか、どれくらいの限定が入っているのかということになってまいりますけれども、ちょっと待ってくださいね。点が出たら2本目のスタートということになります。だいぶ引かれるところがあって、まだ最初の段階ですのでパパッとちょっと点数が入ってこない可能性がありますが、コースアウト限定、それからゾーンの途中抜け出し限定、こういったところがどこまで入っていっているか、ちょっとまだもちろん追いついていく感もあったところではありますが、さあこの辺り、まあ、顔は2個目なんで、ね、緊張感はそんなにないのかなというところでの93点、だいぶ低いところというところになりました。オフと、まあ、コースアウト、はい、ゾーン途中離脱ですね、等の合計減点が3点ありました。はい、わかりました。さあ、なおくん参りましょう。いきます、2本目のスタートです。さあ、もう少しさらに攻めてこなくてはならない、そしてコースアウトに打たれない、若干スピードも上げてきた感じ、いい角度でここはうまく落とし込んできた、ちょっと失速感はありましたが、さあそしてうわー、ちょっと戻りも大きいところ、マーションエゴスタートは大きいところ、長く終了です。さあ2本目どういった得点が入ってくるか、だいぶ大事のコースアウト、そして戻り的なカクカクとした角度変化、大きいところではありました。1本目が93、2本目の得点、ただ前半は1本目よりも良かったかな、そんな感じはいたしました。長くんの、さあ2本目の得点です。出るでしょう。1本目の得点はもうまだ出ませんね。2本目の得点出ました。あ、上がっている、平均得点 96.60 です。 96.60、まずまずの得点が出ました。さあ続いてまいりましょう。